バギウムいけ、バギウム、バギウムいけて、滋賀県へオージャスドミスタ京都アッキーです。はい、今日はね、プロデューサーとね、ちょっと用事があって滋賀県の草津の方にいるんですけども、滋賀県の草津にですね、安日本店がありますチャーシュー麺専門店クラオっていうお店があって、そこ前からね、Facebook とか見てね、非常に気になってたんで、今日はそちらのお店初潜入していこうと思います。結構ね、写真で見る限りはモリモリのラーメンになっておりますんで、非常に楽しみです。ということで今から向かっていきたいと思います。そしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。いや、着きましたよ。スープ食堂チャーシュー麺専門店クラウさんです。本店は安にあるみたいです。はい、ほら、どうですかこれ、うまそうなお店じゃないですか。行くぞ、初潜入。はい、初潜入、楽しみです。いや、今日はね、表にあの看板がかかってたラーメン、これいきます。ほんでこれ味付けが醤油っていうことなんで醤油します。はい、それとですね、チャーハンセットで注文させていただきます。プロデューサー楽しみやね。ね、なんかしゃべれ、これ楽しみやね。はい、ということで初潜入です。チャーシュー麺専門店のクラオさん、もうずっと来たかったんですよ。今日はせっかくなんで、クラオチャーシュー麺です。はい。それと、チャーハンのセット、注文しました。いや、楽しみですね。ということで、よろしくお願いいたします。ね、来たこのプロデューサー、普通のラーメン。うん。醤油。醤油。よし。めっちゃうまい。マジかこれ。豚の旨味と。めっちゃうまいこれ。あっさり。けどもバギウムいけ、バギウム、バギウムいけて、バギウムいけて。やったことない。一回やってみろ。これはじめはし、これぐらいで許しといたの。よし、いけ。吸え、吸え、吸うね、吸うね。おっと、こんな連結使わんと吸うね。うん、まだまだやね。ということで来ましたよ。俺はね、チャーハンとですね、醤油のチャーシュー麺、すごいね、すごいのが来たね。こんだけチャーシュー持って安いな。あ、いや、プロデューサーうまい言ってたけど、どんなやろ、背脂系やね。わあ、うまそうやな。いただいていきます。いくぞ、楽しみですね。ボリュームあるんで、はじめ。これうまいわ。一瞬ね、まあ俺の口やけど、ラーメン夫人でね、うん、美味しい。味濃いめや、味濃いめや、これはいいね。よし、崩していくぞ。チャーシューもたくさん乗ってるね。で、その下にもやし、ほら、もやしもたくさん乗ってるけど、スープが全然冷めてない、いい感じのラーメンですよ。俺今こんなラーメンが食いたかったわ。うまい、めっちゃうまい。うまいね。
うん、よし、チャーハン行きたいとこやけど、ボテないうちに先麺行くわ。麺いいね。もうなんか京都の近藤製麺っぽい麺ですね。プロデューサーしっかり見とけよ、本物のバキューム。これぐらい持つんじゃん、これぐらい、これぐらい行くぞ、麺バキュームじゃん。うまいな、うまいな、ほんま。よし、まあ、チャーハン、チャーハンいただきます。ブラック系やね。うわ、うまそうや。あ、ほんま焦がしチャーハンや。チャーシューを焦がした感じの、香ばしさとしっとりと焼き上げた、むちゃくちゃ美味しいチャーハン。うん、よし、名物のチャーシューいくぞ。うん、これはうまいやつや。ちょうどね、脂っこくもなくあっさりすぎるわけでもなく、いい感じのチャーシュー、京都人の好きな味付けや。うん、そしたらこの辺で味変です。まずは胡椒のゲリラゴージャー、ほら。よっしゃ、続きまして一味のゲリラゴージャー、血の池地獄。よし、ちょっと気持ちいいラーメンだれ。よし、いいですね、いいですね。うん、いつまでも冷めないこの味。最後もやしもたくさん入ってて、うん、うまい。いや、ほんまこのね、豚骨醤油の味がね、京都人の口にぴったりやわ。いや、うまかったね。もうなんていうかね、シンプルウィズベストっていうかね、もうほんまね、京都風の豚骨スープにも似てるし、もうあの結構こってりしてるけど、あっさりいただけるんで、いや、むちゃくちゃ美味しいなんだよね。うまかった、うまかったね、うん、いや、また本店にも行ってみたいですね。ということで、美味しかったです。ごちそうさまでした。あー、むちゃくちゃうまかった。完食です。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日は草津にある倉尾さん発生受けましたけど、いや、うまかったね。京都の人間の口に合う、まあ京都といっても滋賀県の横なんですけどね、はい、非常にほんまに美味しい豚骨醤油のラーメンでしたね。いや、ほんまチャーシューもたっぷり入って、もやしもたっぷり入って、もう大満足です。ごちそうさまでした。ということで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。これからまだまだ滋賀県とか奈良とか大阪とか、いろんなラーメン攻めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。